いしょ。じゃあちょっと流していきたいと思います。もうなんか舐めてますけどね、この字の感じがね。ロリコン、もうひどい、間違えました。あ、うん、ロリコン、ロリコンじゃねえか。なんだこのツッコミ。おめでとう。あ、まあ、まあね、ロリコン。あ、もうそう呼ぶんだ。私は佐々木の野球チームでエース。ありがとうございました。あ、バントだけはクソゴミ下手やったけど、投手としてはとてもとても素晴らしかったです。バント言わなくてよくない？野球しよう。うん、監督。そして今日は都合が合わなくてリアルタイムで突に行けなくて申し訳ねえ。お詫びに誕生日おめでとラップをやらさせていただきます。まあ、確かに大パンダでラップやってるしな、この人。それでは失礼いたしました。お、ん、ん、よーよー誕生日。あ、ラップ違い。あ、これラップ違い。誕生日、よーよー誕生日、今日はケンモチ誕生日、ケンモチもちもち誕生日、イエーよーよー。おい、聞くに耐えねえぞこれ。今日はもちもちケンモチ誕生日。なんだそれ。イエー、バカにすんな、ヒップホップ。ポポポポポ、うるせえ。佐々木が勝ちました。あ、バトルだった。バトルだった。かかってきてください。2時3時ラッパーの座はお前に渡さねえからな、調子乗んな。すごっ、尺余ってんじゃねえよ。アメレータ。おー、なるほど。ほーほーん、はい、ありがとうございます。最後になんかなんて言うんですかね。うん、まあ人いい人なんだろうな。毒気抜かれちゃったな。なるほどなるほど、そんな感じでございました。ね、不必要なねラップの映像を送ってきてくれましたけど、まあね、ちゃんとね、ねぎらいというか誕生日おめでとうという気持ちはあったようで、いや、ありがとうございます。